はい、皆さんこんにちは、タートルです。上半身は気にならないのに、お腹とお尻と太ももどうにかならんのかい。そう思った方におすすめなメニューを紹介します。お腹、お尻、太もも、そこだけ痩せにくいよって方は体幹部が弱いんです。ここが弱いとどうなるのか。筋肉に偏りができてしまって、お腹の出た姿勢になる、お尻の筋肉が緩む、太ももの筋肉に偏りが出てしまって、ダイエットをしてもやはり変な仕方をしてしまう、そういった原因になってしまいます。今回は膝をついたまま一緒にバランス取るだけ、これだけで体幹が鍛えられて姿勢が改善されます。今日も一歩前進しましょう。まずは膝をついた状態で足を横に動かしていきます。こういう感じでバランスを取りながら足を動かします。これで体幹で弱っているお尻の筋肉を使うことができます。できるだけ体が横にぶれないように、腰から下だけを動かす感じです。はい、OK です。次はこのまま足を前に出したら戻していきます。バランスがいりますが気をつけてやってください。腰から上はできるだけぶれないようにバランスをとってください。後ろの足はつま先は立てずに足の甲をつけます。お尻が下がらないように、お腹をへこませて OK です。今度は抱えた足を横に持っていって戻します。だんだんバランスが必要です。集中していきましょう。わむずい、横に持っていって戻す。こういうバランスがいることっていうのは、疲れることよりもバランスに集中するんで、筋肉効いてるのに疲れる意識が少ないですよね。 OK です。今度は四つん這いです。四つん這いから足をね、交互に上げます。足を動かしていきます。できるだけ水平に真横に上げてください。前でも後ろでもないです。真横、今度は抱えた足を動かします。片足だけ、こういう感じ、高さを保って足を動かします。膝で肩をタッチする感じで、ちょっと辛いけど頑張っていきましょう。ケツがいて頑張って耐えて、痛い人はね、弱ってる証拠です。 OK、 今度反対、うわ、ケツがいって、横から動かします。できればね、体があんまり倒れないように両方肘伸ばしてください。うわ、ケツがいって、これみんなも頑張って、うわ、ケツがいって、うわ頑張って、オッケー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 、いって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 、今度はね、足を上げて落として上げて落とす、上げて置いて戻す、上げたら一回止まる感じです。
しょ。バランスがね、いいんだね。よいしょ。よいしょ。これだけでもね、体幹部が安定するんで、お腹がへこみます。OK。最後はこのまま、ちょっと膝開いて、後ろに倒れて、おる。これラスト。少し倒れたら、これで腸腰筋と前ももがストレッチされるんで、反り腰の人にはね、これが必要です。ちょっと前もも痛いよって人はね、膝開き目見せてください。後ろ足くっつけて、お疲れ様でした。今回の膝バランス、これがねすごい体幹が鍛えられておすすめです。バランスを取ることによって意外と疲れる意識がなくなってくるんで、楽しく鍛えられます。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。